マルチウィンドウのアプリを使って記事を二分割して、あ、じゃあ分かった。マルチウィンドウのアプリを使ってスマホを二分割して、上がシンプロノートというアプリで記事まとめて、下がメタのライブ配信で今やってます。大阪で公開実験が行われた CO2 と水から人工石油を作るというドリーム燃料装置を本物化。大阪の公園で行われた CO2 と水から石油を作るという実験が話題になっています。これは仙台市に本社があるサステナブルエネルギー開発という会社が開発し、ドリーム燃料装置と名付けられたもので、大阪市などの支援を受けて鶴見公園で行われました。主催者側の説明によると、このプロセスは水と CO2 を混合して特殊な光速光触媒を使い、少量の紫外線を照射することによってラジカル水というものを作る。このラジカル水に種種油と称する石油、軽油などを混合すると人工石油ができるといいます。人工石油は種油と混ざった MR 状態で産出されますが、これを油分と水に分離すると油分が元の種油よりも増えていることから、同社増えた分だけ人工石油ができたと主張しているわけです。CO2 と水から人工石油を作る実験の概要、大阪市のホームページより、鶴見公園の実験では生成した人工石油を使ってエンジン発電機で発電を行い、その電力で電気自動車を動かすというデモンストレーションを行っています。この実験はマスコミでも報道され、これを見た人からは素晴らしい発明、地球温暖化防止に貢献する技術だ、すぐに実用化してほしいだろうと意見が見られました。この実験については私のブログ記事とも関連するところがあります。さまざまな方からコメントや意見問い合わせをいただきました。ここで大阪で行われた実験について、まず結論から言わせてもらえば、このような方法で CO2 と水から石油を作ることはできません。それは科学の大前提から外れてしまうからです。私たち人類は石油を燃やしてエネルギーを得ています。その時 CO2 と水蒸気が出てきます。決して CO2 を出したいと思って石油を燃やしているわけではありません。私たちが欲しいのはエネルギーであり、 CO2 と水は副産物にすぎません。この副産物の CO2 と水を使って人工石油ができるとすれば、それを燃やしてエネルギーを得ることができるはずです。そして人工石油を燃やせば再び CO2 と水が出てきます。それなら出てきた CO2 と水を使ってまた人工石油をすることができるということになるはずです。これを繰り返せば、私たちは人類は無限のエネルギーを手に入れることができることになります。これが本当なら本当に素晴らしいことです。しかしながら、科学の世界にエネルギーは増えも減りもしないという大前提があり、これをエネルギー普遍の不滅の法則とか熱力学第一法則と言います。つまりエネルギーは勝手に増えたり減ったりはしない、つまり無から有は生じないのです。もし人工石油でどんどんエネルギーが取り出せるとすれば、そのエネルギーがどこから来るか説明がつきません。このようにエネルギーがどんどん増えていくシステムを永久期間といい、永久期間不可能というのが科学の掟なのです。人工石油のシステムを発明したと称する人たちは、実は自分たちが永久期間を作ろうとしていることに気づいていないのではないでしょうか。今回の大阪の実験内容についてはいろいろな疑問が点がありますが、ここでは省略させて、しかしこのような水から石油を作るという話は昔から出て、消えてはまた出てきます。いずれも成功したことはありません。ちなみにこのような科学的にありえない話を、大阪市のような公共団体が支援をするというのはいかなものでしょうが、実は大阪市だけではなく他の自治体でも時々これはありえないと思われる事業を大々的に支援して、結局成果が上がらずいつの間にか見守りにされているというような例がいくつくもあります。支援する前に専門家にちょっと相談すれば分かるはずだと思います。ちなみに太平洋戦争中に水からガソリンを作るという話を持ち上がり、山本五十六海軍大将も騙されたという話があったそうです。今回の大阪の実験を契機に教えていただきました。この装置は光エネルギーが使われているので永久期間ではないというコメントをいただきました。本文中にはあまりエネルギーの面から説明しなかったので誤解を生んだかもしれません。以下に説明しますが、結論から先に言えば、この装置で使われる光エネルギーは非常に
わずかなもので石油を 5% も 10% を目指すには全然足りないということです。ドリーム装置内には UV40W プラブラックライト 40W の2本のランプが装置されており、30分間照射してラジカル水を作るとされています。この光エネルギーを換算すると 0.144mJ です。一方、投入した灯油実機10リットルに対して5から10%の灯油が増えたということですから、 5から10%の灯油が増えたということですから 5% 増えたとすると、増えた分の灯油のエネルギーは 23M、 つまり 0.144mJ の光エネルギーで 23mJ の石油ができたことになります。光エネルギーを使ったとしても、その100倍以上ものエネルギーを生み出したという計算になるわけです。そんなことはありないということです。ではドリーム燃料製造装置の発明者が嘘をついているのかということですが、そうではないと思います。ただ実験には誤差がありますから、もっと精密な実験を行うべきです。さらに完全に独立した機関が全く同じ実験をやって同じ結果が出るかどうかの検証が必要だと思います。なおドリーム燃料プルセイや ENEOS など世界中で研究されている合成燃料とは全く別のものです。